はい、レオンチャンネルです。食玩スター忍者キットの全3種類中、まずは忍者スターバーガーを紹介しました。サイズはだいぶコンパクトでしたけど、色再現もなかなかでしたね。では今回は2番スターソードガンと3番フーラン忍手裏剣&ゴトン忍手裏剣をレビューします。食玩忍者1番刀が結構大きかったですから、今回のスターソードガンもそこそこサイズはあるんでしょうか。はい、後ろを見るとミニ風鈴忍手裏剣がついてるんですね。では開けます。はい、出すと、はい、中身はこうなってて、ランナーが3つとシール。では作っていきます。これも割とパーツが少ないので作りやすそう。まず忍手裏剣はフロントにカチャッとパーツをはめれば終わりですね。簡単。そしてスターソードガン本体は、お、激しく肉抜き。背面にこのパーツを差し込んで、ここにブレード部分、あ、ここだけは軟質ですね。で、後ろから差し込んで、一番先もセットします。はい、忍者スターバーガー並みに一瞬でパチ組みが終わりました。ではシールを貼ります。平たい部分が多いですから、これはすごく貼りやすい。はい、本体側は OK で、次は手裏剣。一旦パーツを外してベース部分にペタッと貼って、このパーツの両面に風と雷を両方とも貼ります。そしてパーツを元に戻せば完成。スターソードガンとミニ風鈴忍手裏剣です。まずスターソードガンの本体はこのようになってて、表側と裏側、裏はがっつり肉抜きされてますけど、一部パーツはモールドが入ってますし、表側はなかなか造形が細かくって、同じ食玩の忍者一番刀と比べても長さは結構近いですね。若干今回の方が短いですかね。デラックス版と比べても色再現度高いですね。成型色にメタリック入ってますから、カラーがすごくいいんですよね。ただ、トリガーギミックはありませんから、どこか押せるようなパーツはないんですよね。なので、持って、ソード、握って、ガン。持ち替えて遊ぶ感じです。そして、風鈴忍手裏剣は、こんな感じのパーツになってて、表側と裏側。今は雷マジックになってますけど、パーツをカチャッと外して、ひっくり返すことで、風マジックに変わります。もちろんスターソードガンに装着できますから、カチャッとはまって、さらに回転も OK。これが風マジックで、ひっくり返すと、雷マジックですね。もちろん他の忍手裏剣と入れ替えることもできます。回転も OK。では最後は3番の風鈴忍手裏剣&ゴトン忍手裏剣。外箱はこのようになってて、これは多分大きい手裏剣が、入ってるんですよね。はい、出すと、あ、おっきい。中身はランナーが2つとシールが入ってます。パーツが結構大きいですね。では作っていきます。これもパーツ数が少ない。ベース部分のパーツを作って、表のパーツに差し込みつつ、ベースにセット。そして、フラニン手裏剣は、正面にパーツをはめて、ベースにカチャッとはめます。はい、1分ほどでパチ組みが終わりましたので、シールを貼っていきます。ただ、これは、パチ組みする前に貼るべきなんですよね、本来は。はい、シールが貼り終わりましたので、これで完成です。全部で3分ぐらいですね。そして、やっぱり結構大きさがあって、デラックス版と比べてもこれくらいですし、厚さもなかなかありますよね。しかも、今回はクリップ付きですから、服とかにもカチャッとはまります。そして、ブレード部分も回転しますから、火の術、水、木、金、土。このようにカチャッカチャッと術ごとにロックされますから、これはデラックスと同じような感じですね。どちら方向でも OK。次は風鈴忍手裏剣。全体はこのようになってて、ベースはゴトン忍手裏剣と一緒。なので、サイズもそこそこあって、デラックス版と比べるといい感じに再現されてますね。正面と横。フロント部分はパーツが倒れますから、爪を引っ掛けてパタッと倒すと、はい、雷マジックに変わります。デラックス版と比べても絵柄は一緒。さっきのやつよりだいぶクオリティ高いですね。ただ同じ食玩シリーズとはいえ、スケールが全然違いますから、さすがにはめることはできないですね。回転リングシリーズと比べても、少しサイズは小さいですね。はい、ということで食玩スター忍者キットのスターソードガンと風鈴忍手裏剣&ゴトン忍手裏剣を紹介しました。とりあえずどれもすごく作りやすくって、5分以内には完成しますし、それぞれギミックもちゃんとしてましたね。以上、食玩手裏剣戦隊忍忍者スター忍者キットの紹介でした。
はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。